臓病のため病院の送迎、生活自立訓練の支援を受けています。外泊を拒絶反応する息子を専門家の力で外泊できました。言葉も言えない、意思表示のできない息子、ゆうきはダウン症ですが、二十歳の頃からは自閉症の症状もあり、家族と一緒の外泊は厳しくなっています。ゆうき3歳の時に夫が癌で闘病生活の時に、沖縄の拝み健康願いで祈っていた時に、神様のメッセージで上から筆が降りると言われました。夫は有希3歳の時に他界しました。有希6歳の時に友人の紹介で書道家の知念忠先生に出会いました。有希の書道、妹、馬、旧漢字羊の字を書いた時にとても感動していました。有希6歳、小学1年生の時は字も書けない、なぞりの上からなぞって力弱い字でしたが、筆を持つと旧漢字のメッセージの言葉を一気に書いていました。有希9歳は沖縄の首里城の瓦を復元した奥原蒼天先生が墨絵画家の認定をしました。沖縄の拝み神の島、久高島より目に見えない恩恵を受けました。ダウン症重度の有希の墨絵、幸運を呼ぶペンキアートに魂が入ります。ハンドパワーでなぞると翌日には映像が浮かび出ます。まさしく有希マジックワールドです。ゴールドパワーも受け、有希の絵画で人生が180度変身して、持っている才能を引き出している方も増えています。声を出せない有希の世界、無の状態、瞑想、有希だけの字を一気にノートに書いています。有希のメッセージ、母親の私に右上から神の声、カラーの映像をリアルに見えるようになりました。母子家庭、貧血病でも有希6歳から墨絵12色の絵の具が2年前からペンキアートに切り替えています。の大好きな墨絵、ペンキアートで才能に宇宙に引き寄せの幸運を呼ぶアートになりました。 1% も諦めない、
血病でもしたたか踏ん張りました。勇気の支援の輪が最高の状態になっています。勇気の絵は幸運を呼ぶペンキアートと呼ばれています。墨絵も不思議なデザインが浮き出るのが特徴です。勇気の絵画に出会った人はなぜかすごい引き寄せを体験して、物事が変えられて夢が叶いましたと喜びの声を伝えてくれるのです。勇気自身はただ無地のキャンパスに向かって大胆に色を投げて夢中に色を遊んでる感じです。でも浮き出るものに見るものを癒し楽しくさせ、希望夢を与えてしまうのです。勇気は宇宙とつながってるかもしれません。勇気ワールドを楽しんでくだされば多分嬉しいと思います。私の毎日すぐやる習慣、決断が宇宙に引き寄せました。勇気の道案内人の力で沖縄ピカソ夢叶いました。勇気の笑顔が最高ハッピーです。母千恵美。